ハリー・ポッターシリーズ魔法ワールド、ハリー・ポッター、ハリー・ポッターは、J.K. ローリングの小説、ハリー・ポッターシリーズを原作とする、英米の映画シリーズ、ワーナー・ブラザース制作。現在8作。シリーズ累計の興行成績は、世界歴代3位の77億ドル。魔法ワールドに含まれる。1999年末、デビッド・ハイマンとワーナー・ブラザースとの映画化見の、 契約が完了。契約金は100万ドルで、ローリングは起こったことに対する発言権を維持し、脚本に意見を言う権利を持ち、特に英国における特定の種類の商品化に対して拒否権を行使できるようにした。代わりに、ワーナーは世界中で商標としてのハリー・ポッターを管理する権利を得た。契約が結ばれた段階ですでに1巻から3巻までが2000年の ベストセラーリストの上位5位に入っていた。監督には2000年3月27日に、ホームアローン、ミセス・ダウトなどを手掛けた、クリス・コロンバスと契約。左からハリー・ポッター役のダニエル・ラドクリフ、ハーマイオニー・グレンジャー役のエマ・ワトソン、ロン・ウィーズリー役のルッパート・グリント左から、ワトソン、ラドクリフ、グリントのサインと手形足形ハリー・ポッター役は、 イギリス中の学校を回ってオーディションを繰り返し興味がある子はワーナーブラザースのウェブサイトを通じて連絡するようにと呼びかけた。最終的にハイマンが友人と一緒にウェストエンドの劇場に芝居を見に行ったときその友人の息子で演技の世界で活動を始めたばかりのダニエル・ラドクリフに目が止まった。ミネルバ・バマクゴナ流ル役にはデームの称号を持つマギー・スミス。 セブルス・スネープ役には、アラン・リックマン、アルバス・ダンブルドア役には、リチャード・ハリス、モリー・ウィーズリー役には、ジュリー・ウォルターズ、ほとんど、クビナシニック役には、ジョン・クリーズと英国の名優を揃えた。ルビウス・ハグリッド役には、原作者ローリングの希望で、ロビー・コルトレーン、脚本を担当するのは、恋の行方、ファビュラス・ベーカー・ボーイズを手掛けたスティーブ・クローブスに、決まった。 撮影地には多くの観光名所から是非にという申し出が殺到したが最終的にはグロスター大聖堂が本シリーズの主な舞台となるホグワーツ魔法魔術学校の主要な撮影地に選ばれた他にもウィルトシャー州のラコック大衆動員ダラム大聖堂ホイットビー大衆動員などで撮影が行われたロンドンのオーストラリア高等弁務官事務所は ホグワーツとグリーンゴッツ両方の舞台となった。ノースヨークシャーにあるゴースランド駅はホグズミード駅になった。子役たちは撮影中は休学していたが、学業を続けることが法律で義務付けられているので、個人教師も一緒に撮影地を回ることになった。イギリスは冬の天気が悪いため撮影はたびたび延期され、2001年3月終了というスケジュール通りには行かず、 子供たちの休学期間を7月まで延長することになった。リーブスデンスタジオ、ザ・メイキング・オブ・ハリー・ポッター入り口撮影が行われたロンドンのリーブスデンスタジオでは映画の撮影に使用されたセットや小道具、衣装などを見学できるワーナー・ブラザース・スタジオツアー、ロンドン・ザ・メイキング・オブ・ハリー・ポッターというツアーを行っている。日本では、都市前閉園後の跡地において 世界で2カ所目となる、同様の展示を行うテーマパーク、ワーナーブラザーススタジオツアー東京、メイキング・オブ・ハリー・ポッターの設立が2020年8月に正式決定され、2023年に開業する予定となっている。2013年9月12日、ワーナーブラザースは、幻の動物と、その生息地、1巻、P1029 行目。 ファンタスティックビーツウェア2ファインドゼムを元にした映画を制作することを発表。第一作はファンタスティックビーストと魔法使いの旅。ハリー・ポッターシリーズから約70年前のニューヨークが舞台となる。脚本は J.K. ローリング。前後部作予定。2010年7月に日本テレビが当時公開されていなかった第7作と第8作を含む。 全シリーズの地上波放映権を獲得。金曜ロードショー金曜ロードショーにて放送した。2016年に NBC ユニバーサルが2018年から2025年までのテレビ放送とデジタル配信の独占放映権を獲得。USA ネットワークや s イフ f イなどの系列テレビ局にて全シリーズと Fantastic Beast シリーズを放送している。なお、 2020年5月27日からワーナーブラザーズの親会社であるワーナーメディアが定額制動画配信サービス HBO Max を開始するのに伴いアメリカ国内でのデジタル配信権を NBC ユニバーサルから買い戻している発売販売元はワーナーブラザーズホームエンターテインメント収録内容収録内容ありがとうございます